大岳山は東京都西多摩郡にひばる村、奥多摩町の境界、奥多摩山域にある標高1266.5メートルの山。標高は、さして高くないが、個性的な採用を備えた奥多摩の名宝である。日本200名山及び花の100名山の一つに数えられる。多様な登山コースがあり、初心者から経験者まで幅広く楽しめる山である。 古くから農業の神として、また火災や東南の守護神として山岳信仰の対象であった。山頂付近の大岳神社は徳川幕府の江戸城守護の祈願が行われていたという。古くは武蔵通史に、両層地方にて武蔵の鍋冠山と消費回路の目標となすと記されている。玉川の南岸にある大岳山、御前山。 山東山を奥多摩三山と呼ぶ。山頂付近の特徴的な山陽により、同定しやすいことから古くは、江戸湾の漁民からも目印にされ、鍋の蓋を伏せたように見えることから、鍋割山、鍋冠山と呼ばれた。また、東京都多摩地域、埼玉県所沢市、神奈川県相模原市付近でも、地域での通称が付けられていることがあるなど、田中住江は、 花の百名山として代表する花の岩内輪を紹介した。かつては山頂付近に大岳山荘があったが、2008年1月21日から土曜日、日曜日、祭日、年末年始のみ営業となり、2008年3月末に閉鎖。2010年4月現在は荒廃し、展望の良かったテラスは崩落の危険があり、閉鎖されている。ありがとうございます。